林文雄という方はご存知でしょうか。彼は素晴らしいクリスチャンで、特にハンセン氏病の方々と共に歩んだことでとても有名な方です。彼は病院に勤め、治療と研究に励みましたが、何か心に虚しさを感じていました。ところが一人の人の生き方が彼の霊の目を開いたのです。それはハンセン病の末期の患者で、彼はハンセン氏病のために手も足も顔も崩れてしまい、目もよく見えませんでした。それなのに彼はいつもにこやかに笑みを浮かべながら、机の上にある大きな聖書を静かに読んでいたのです。林文雄さんはその姿を見て非常に心を打たれました。こんなに体が不自由なのに、どうしていつも笑みを浮かべていられるんだろう、どうしていつもこのように聖書の御言葉を喜んで読んでいることができるんだろう、心はだんだん彼に惹かれていきました。病棟の片隅でこの世のすべてのものから引き離されて、たった一人で今にも人生を終わろうとしているこの人が、ただイエス・キリストを信じる信仰によってあふれるばかりの喜びを経験し、希望に目を輝かせていたのです。その姿こそが彼が求めて得ることができなかったものでありました。彼は改めて聖書を開き、そのような純粋な信仰を祈り求めました。その時に彼の目から鱗が落ちるように新しい世界が開け、心は喜びに満たされ、使命感が新たにされたというのです。そして林文雄さんの素晴らしい働きがそこから続けられていくのです。何をしてほしいのかと聞かれた時、バルテマイは先生、目が見えるようになることですと言いました。私たちは霊の目が開かれているでしょうか。私たちも先生、目が見えるようになることですと私たちの信仰を清めていただき、霊の目を開いていただこうではありませんか。そして私たちのうちに神様の素晴らしい御業を見せていただきたいと思うのです。バルテマイは道端で物乞いをしながら暗闇の中は歩んでいました。しかし今やイエス様と出会い、病を癒され、イエス様に従って光の中を歩むものとされたのです。神様の御心はあなたが暗闇の中を歩むことではありません。イエス様は立ち上がって光の中を歩むことを願っておられます。道端にとどまらないで、バルテマイがイエス様に出会った時に、ダビデの子よ、イエスよ、私を憐れんでくださいと熱心に求めたように、私たちもイエス様を呼び求め、そしてイエス様に近づくものとさせていただきましょう。イエス様とあなたを妨げているものがあるでしょうか。もし妨げているものがあるならば、それを取り除いていただいて、ますます熱心に祈り求めていきたいと思います。今日イエス様はあなたを両手を広げて招いておられます。主イエス様の十字架の愛を信じて、素晴らしい神様の御業を私たちの心の内に見せていただこうではありませんか。